んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日のテーマはヒーリングです。今は医療関係の皆さんがとても一生懸命働いてくださっていて、国民の健康を守ってくださっています。でもそういう医療関係の方々の中からも犠牲者が出ているということもありますので、そういうことができるだけないように心の面からサポートしていけたらと思います。ですから今日は体をヒーリングするイメージの誘導瞑想を作りました。これは特に医療関係者の皆さんに向けて作ってありますが、もちろん一般の方々も疲れた時にこの瞑想を使っていただけます。ではこれから始めていきましょう。いつものように目を閉じていただきますが、これは6歳の自分をイメージしなくても大丈夫です。普段のあなたをイメージしましょう。普段のあなたが仕事を終えてベッドに戻ってきた、そしてベッドの中で聞いているというところから始めてください。あなたは今夢の世界にいます。そして美しい場所に来ています。バラの香りが漂う美しい庭園があり、その向こうには青い海が見えます。空は青く、ところどころに白く輝く小さな雲が浮かんでいます。庭園の中央には小さな白い大理石の建物があります。あなたはその建物の中に入ってきます。十分な広さの部屋の中央に小さなベッドがあります。あなたをこれからヒーリングするためのベッドです。艶やかな絹のシーツの上にあなたは横たわります。そして目を閉じてゆっくりと呼吸をしましょう。あなたの真上にはドーム型の天井があり、その中央には小さな天窓があります。その天窓から柔らかい光が降り注いで、あなたの体を浄化してくれています。あなたを浄化するのはあなたの心の中に住んでいるとても進化した未来のあなた自身です。あなたは安心して未来の自分に身を任せています。あなたは今日一日とてもよく働きました。そしてとても疲れました。病気になるかもしれない危険な場所にいたので、あなたの体の外側にも内側にも危険なものがついています。天窓からの光がキラキラした青い光になりました。そして霧のようなミストが降り注いできました。ミストは青い光を浴びてキラキラときらめきながらあなたの体に降り注ぎます。そしてあなたの体を包み込みました。この青いミストはあなたの体の危険なものを取り除き完全に消滅させる力を持っています。あなたはゆっくりと深呼吸をします。そして青いミストを体の中にも取り込んで
体を外側からも内側からも浄化していきます。何度も深く呼吸をしましょう。あなたは未来の自分に守られています。未来のあなたはとてもあなたを愛していて、疲れたあなたを愛おしそうに見守っています。そしてあなたの体を隅々まで浄化し、悪いものを取り去ってくれています。あなたはしっかりと青い光に包まれて、完全に浄化されていきます。あなたの体はすっかりと浄化されました。光はグリーンに変わっていきます。グリーンの光が降り注いできます。今度はそのグリーンの光を吸い込みましょう。あなたの体は外側も内側もグリーンに包まれます。これはあなたの体の傷ついた細胞を修復してくれる力を持っている光です。その光に包まれ、あなたはさらにゆっくりと深呼吸をしていきます。あなたの体が十分に修復されました。あなたはとても安心しています。グリーンの光が消えて、今度はオレンジがかったゴールドの光が降り注いできます。それはとても暖かくて心地よい光です。あなたはその光を吸い込みます。すると体の隅々までエネルギーが行き渡るようです。ゆっくりと呼吸をしましょう。深く呼吸をしてください。何度も繰り返してください。あなたの体の中にゴールドの光がどんどん満ちていきます。あなたの頭の中に、首に、肩、両腕、胸、お腹、下腹部、足へ、ゴールドの光があなたの体の隅々にまで満ちていきます。あなたはエネルギーを受け取りながら、未来の自分の声を聞いています。よく働いたね。よく頑張ったね。とても厳しい環境で、自分の身の危険も感じながら、あなたは働いていたね。
素晴らしい責任感だね。未来の自分はあなたをとても誇りに思っているよ。あなたは子供の頃に医療に関わる仕事がしたいと思って、その通りに夢を実現したよね。そんなあなたがその仕事のために滅びるようなことはないんだよ。あなたは一人じゃない。いつも未来の自分があなたを見守っているよ。大丈夫。寝ている時に必ずここに戻ってきなさい。そして自分をヒーリングしなさい。そしてとてもパワフルになって朝目覚めなさい。未来の自分はあなたをとても愛しているよ。よく働いてくれてありがとう。社会の役に立ってくれてありがとう。あなたはとても大切な人だよ。